はい、皆さんこんばんは。早いもんでも2月ですね。もうあっという間に年が明けて2月。なんか今日からというか昨日とついぐらいから急にまた寒くなりましたね。もう皆さん本当にもう体調管理の方は、バッチリ気をつけてね、元気よく行きましょう。よろしくお願いしますね。はい、皆さん内鍵あるじゃないですか。内鍵なんですけど、僕昨日ちょっと内鍵してしまいまして、軽トラックなんですけど、もうね、こう道で立ち往生というか、もうハンガーもない、なんもないみたいな。金比で行って、ハンガーありますかって。そしたらこう従業員の方が、休憩室にハンガーありましたよつって、ハンガー貸してくれてですね、道のそばでこうずっとこう鍵の方カチカチ開けられてたんですね。警察官に求められましたもう本当にもうなんていうんですか、僕が悪いんですよ。もう警察官の方はもう仕事したまでもう本当に、金秀の方にも、警察官の方にも本当に迷惑かけました。本当に申し訳なかったです。すいませんでも焦りますね、やっぱりこう、もうお家に帰れるかという話だったんですけれども、もうね、はい、早速寒いのでね、 DJ 兄貴さんの方すぐ来ると思うんで、オープンしときましょう。優勝、寒いよ。はい、最初は、2月や。2月ですね。2月、いい正月デビューももう終わって。そうですね。でも9勝も、ね、そろそろ。はい。いや。2月14日でしたっけ、9正月。え？そんぐらいじゃなかったですか。そうなの？だったんですか。もう僕らすごいですよね、もう。2月の14日、まあ、あそこはマギカレンダーがあるからよ。わかるやつ。助かりますね。ノロ2月の14日よ。いつですか、9正月は。全然なんですけど、1月の8日しゃびよ九州。いや、1週間も遅れてるけど。1月よ、あ、2月の8日ですか、うん、あ、2月の、うん、そう。ああ、兄ちゃんすいません。はい。僕今、全島旧正月闘牛大会見てました。すいません。旧正月闘牛大会が2月14日です。2月を。来てるね。来てますよ。磨いたらさ。いやということで、もう1月も終わって。はい。もう何にもしないうちに1月がパッと終わってさ、そうですね、っていうや。確かに。何、軽トラなんて？軽トラ打ち掛けしたんですよ。今の時代打ち掛けする人ってなかなかいないよ。そうなんですよ。いつも乗ってる車だったらやらないんですけど。なんで打ち掛けする？この、なんていうんですか、ちょっとだけ用事があったんですよ。うん。ちょっとこう、店舗の方に。用事がありまして、鍵抜くだろ、一応。いや、もう、何回かエンジンかけたままのところと、ちょっと時間かかるところとか、自分でやっぱ分かるじゃないですか。はい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 、こっちちょっと、時間かからんから、触らない子行ってくるわ。パンって閉めて、もう、向かってる途中で、あれって思ってるんですよ。うん、待ってと思って。か、ハザードちゃんと叩いて、はい、見たら、あ、中に鍵があると。はっしゃ。で、こっちの店舗行って、ハンガーないですって言われて。で、バーっておしゃ、まあ、ハンガー、いや、今のハンガーで俺やっぱりな。ハンガー、もう、軽トラは、打ち掛けハンガーですよ。ハンガーだよな。ハンガーですよ。したらもう、どうするかなーっつって。早い人、死に早いよな。もう早いっす。泥棒あるかも早いぐらい。いや、かもしれないっすよ、本当に。いるよな。もう、僕も道端でずっとハンガーでこう、もう欲しいんですよ。鍵が動くんですよ、上に。ちょんちょんって。いや、もうちょいだな、みたいな。あれよ。まあ本当によ、車というものよ、はい、まあ、新しいものがいいさ、長白金って。いや、間違いないですよ。いや、今もう結構、はい、いい車多いさな、はいはいはい、でもやっぱり昔の車によ、はい、負けるのはこっちだよ。そこですよね。打ち掛けした時によいざとなった時ね、はい、今の車できんだろ、もう打ち掛け、まず打ち掛けかからないシステムになってるんじゃないですか。エンジンかけらんもん、このキル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 で。そうですよね。ボタン押すさ、ボタンで押すので。だからよ、打ち鍵がないんですよ。打ち鍵はないわよ。そうなんです。打ち鍵もしないはずな。打ち鍵も鍵なんかないって言ったら閉まらんはずな。だと思います。僕そんなちょっと上等車乗ったことないんで分からないですけどいや、1月本当によ、先週からはい、もう結構いろいろバタバタしながら、はい、もう寒くなった。またな、
なんでなんですかね。ちょっと夏になったかなと思ったら天気のせいもあるんですかね。ちょっとぐずついてるじゃないですか。いや、雨もちょっとパラパラ降ったりとか、もう本当にいろんなことがこう凄まじくこう動いてるって。そうですよ本当に。でも1月本当に何にもないもうかなって思いながらですよ、先週、はいはいはい、土曜日に、はい、うるま市の J 農協祭り、はいはいはい、ちらっとこう覗きに行くかって行ったわけですよ、うん、したらこうまたイベントだから、はい、そういう時はあこれだったら大使かなと、はいはいはい、ステージでこう結構ジョージアンバーで、はいはい、まあそうですよね、これは、うん、いや大使さんまた盛り上がってるなと、はいはい、突入していったわ、はいはい、したら突入して会場に、はいはい、したらよ前々回、はいはい、出したカップルいましたよね。あ、カップル皆さん覚えてますかね。覚えてる？あのサプライズ、はい、なんていうんですか、プロポーズ。そう、はいはいはい、比嘉浩二、あ、比嘉浩二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 さん、浩二さんと発車日をステージで司会やってるわけですよ。はいはいはい、これまたよ、うんうんうん、本当に下手くそだったな。まあまあそうですよね、いい加減にしろよと、もうちょっと考えてよって言いたいけど、はいはいはい、これ上手やんマジでグーの音も出ない本当によ、はい、なんでやんし、じゃない、いや素人といえば素人やしや。まあまあそうですよね、 JA の職員さんですもんね。そうそうそう、まあ、この間で聞いたら成人式で、はいはいはい、祝辞っていうから、いやこんなのも行ったりとか、ね、はいはいはい、確かに結構、うんうんうん、こうなところはマイク持たせたら結構できるよっていう子も話も聞いてたんですけど、うん、そうですね、うん、安心できるばと、もうバンバンもこう回してたんですか、司会舞台上を全然したらもうこうステージ見てるから、はいはい、あんまりよくまさに、なんかもう入ってしまったわけじゃん、はい、したらまた工事がよ、はい、こうなんかステージこうショーが始まって、はい、こう出てきたわけですよ、はい、アリさん来るなよと来んなとあんだけ上手な司会しといて来んなよとこっちで工事アリキさんって言ったね、なんかもうあれだろうって言ったそうですね、あれですあれ、うん、したらまあこの土曜日はうんうんうん、コージーのこの司会も見ながら、はいはい、こういう長谷さんが歌を歌ったんで、これもまたこう見ながらですね、久保さんわかる？久保さん、はいはい、うん、とまあ待ち合わせしたっていうのもあったんですけど、はい、で久保さんが「いやお前夜暇か？」と「はい、全然いつも暇ですよ」っていつも、はいはい、なんでですか、うん、PTA のこの集まりがあったわけさ、はい、なんかうるま市 PTA10 周年度のこの、うん、はいはい、でこのねがあってメインがあってこう二次会長井さんのところでやるから、はいはい、ちょっと一発お願いできんかと、うんうん、いいっすかと、はいはい、いや逆にいいんですかといや、はいはい、また準備して、はい、黒い柳井もん、黒いブラック柳井もん、はい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 、去年くれから出始めてですね夜はこれでがよ結構華やかすわよ長谷さんのとこ行きまして、はい、無事こう華やかしてやったわけですけども、はいはい、でもその前にだよ、はいはい、この日土曜日、うん、アイボンズ、ああ草野球チームぐらいさな、あいアンキさん行ってましたね、アイボンズの、はいはい、新年会、はいはい、またこれは本当にこう野郎ばっかり、まあ草野球チームですからね、もう野郎野郎ばっかり鍋アンシャー熱いばっていうこれ男だけでも発射日はまあまあ熱いのに、いや、はい、したらこう行きまして、はい、まあまああれな、人ってもう40余ればよ、うんうん、昔こんな話する人間でもないんだよ全然、はいはい、みんな健康な話ばっかりはいはいはい、どこどこ痛いやつさ、いやあれじゃないかと、あもうみんなもうもうみんな知識は入ってきてるわけですね、こう病名病気の一番受けたの、はい、誰かの名字の話になったわけさ、はい、いやだったらもともとあっちだよなこっちだよなとか、あはい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 、したらこれもう同級生だよ一人よ、はい、テンプスーってのがいるもんな、テンプスーさん、はいはい、徹夜ってのがこれまた好きやんばってこんな話が、あ
こうルーツをたどるみたいな、そうそうそう、熱く語るっていう、はいはいはい、つけんさんっていうらしい、はいはいはい、つけんさん、いや、あのよ、つけん、はい、もう本当にこうつけん島から出てきて、うん、もう間違いないですよね、もうこんなこんなの熱い話してるわけさ、島から出てきて運動の話、はいはい、そうねそうね、うんうんうん、とそばから、はい、後輩が、はい、え、つけんってもともとウケンですよねって言ったら、はい、ウケンからやっぱスタートは、ウケンスタートのいや、つけんさんはもともとウケンから来てるわ、いや、ノーロの島からの話よ、こっうまくお話しやもうこの後輩安心熱く語りながらだよ、みんなもお尻納得しろ、はい、さ、あ、まあまあ、だるな、つけん島から絶対そうだよなみたいな、だるよな、はい、あっちこっち来てやっぱりこう石川に来てなとか、あ、そうかそうかと聞きながら、はい、こう死に物言いたそうによ、はい、あ、もうムズムズしてはいるんですね、また後輩でもさ、そうですね、先輩を立つないといけないから、そうそうそう、はい、言ったら言わんければいるのよ、はい、最後の最後だよ、でもそうさ、あのつけん、つけんは、つけんさんはもともとウケンですよねえぇーってみんなまさかだろみたいな思わず目をこすってよ今の状況をしっかり見ようと、うん、はあ、でまあこれが終わって、はいはい、もう今からいや営業があるから、はい、家に向かわんといけないからと、はい、いやしたらこう今やないもんよ、はい、やないもんマジと運動っていうネタがあるわよ、はいはいはい、いや、はい、このネタまたよく見た見られてしまってよ、アイボンズの進化には、はい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 、まあまあいいかも、新年会だし、もう普通だったらやらないもんに書いてからじゃないとやらないけど、ああ、まあまあそうですよね、いやもう身内みたいなもんやし、うんうんうん、よしよし、じゃあこっちで一発やろうと、はいはいはい、居酒屋で、はい、居酒屋で居酒屋で、はい、居酒屋で一ネタかまして、はいはい、こっちでちょっと熱く、ほうほうほう、いやしたらまた40代だよな、はい、テンプスーよ、はい、テンプスーさん、テンプスーさん、はい、なかなかよ、はい、このなんか笑いにはうるさいよみたいな、あ、もう厳しいぞと、うん、はいはいはい、苦しいハードルあげんばてや、あ、ちょっと悔しいもんもあるかもしれない、周りも察しなんかも、はいはいはい、テンプスー笑いには相当厳しいよみたいな、はい、始まって何も喋らんけど、はい、チャー笑い弱いやししかもテンプスさんがハードル上げてたんですよね、だからよ、ノールツボ、ツボないんですけどもう何もしてない、だからよちょっと話したぐらいでもちゃあ笑い、それぐらい、あ、でも、うん、なかなかこうパンチの効いた方なんですよ、テンプスさん、もう本当にこれが終わってこう PTA のあれ二次会に行きましたよ、はいはい、はあ、すごかったね、すごかったですか、やっぱりすごかったね、っ PTA は、まあ、もうよ、思わず PTA も間違えてから TPP っていう今問題になっているすみません、今日は皆さん TPP の皆さんですよねもう凄まじいですよね、したらよ、したらよ、滑ったつもりでこれがまた受けてしまって、あ、もうみんなちゃわらいいんですか、だからよ、バカの一つ覚えてるの、一回言って受けてからもうずっと言い続けてよ、あとは最後、前の方からよ、うん、PTA なんですけどって言って普通に返す、こうもないよとPTA なんですけどもう本当にそれが終わってるですね、はいはい、この土曜日はもうもう一件落着、はいはい、よかったで、長江さんがよ、はい、この帰りによ、うん、お前明日暇かと、はい、いつも暇、いつも暇ですよって、はい、明日石川で、はい、中祭りっていうのがあるんだけど、あ、はいはいはい、いや長江さん出るから、うん、また埋設をやるからっつって、はいはいはい、いいっすかと、はいはい、はい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 、ぜひぜひ行きましょうよと、うん、だもうちょっと気になったから、はいはい、誰がステージ司会してるのかなと、まあもうちょっと、いやしたらまた大使かなと、もう心の声が出てますよ大使かなと大使さんかなと思ったんですよね、そうそうそう、はい、乗り込んでいったわけですよ、はい、あっしゃべんも、はい、メジャーメジャーどころかメジャー級ですよ、はいはい、久高周り、はい、もう何も言えませんともう久高周りさん、そうそう、もうああどうもどうもどうもと、はいはいはい、したら長江さんこう紹介しながらやりながら学校やるのにこう俺も長江さん紹介して終わって履けるやしや、はいはいはい、したらこう舞台袖にまたマリさんが来てですよ、はい、柳井門さんって言って、はいっつって
もう一回だけ一緒にできない、できないですか。おお。と。ちょっとテンション上がりますよ。わっしゃびよ。はいはい。思わずや、ボーラジオ局にメール送ってるやっけ、昨日。どうもありがとうございましたってから。初めて、生まれて初めてメールというものをしてですね、やっぱり自分がメール送ったの呼ばれるって嬉しいな。嬉しい。今から FM の前でチャオクリーンしようかなと思って。あ、もうチャオクリーンして嬉しいやつさ、自分のメール読まれた時のよ。嬉しいですよね、確かに。でも一回なんかラジオでなんか喋ったんだよな。そう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 、スポーツなんとかでな。スポーツなんとかで、はい、いや、なんとか。その前の番組ですよ。あ、はいはい。したらしに嫌なもんをあげてもらって、うん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 、あ、いいじゃないですか。もうよかったよ、だからよかったですよ。いいじゃないですか。どうしようかなと思ったらね、もっとあれじゃないですか、こうドラえ柳右衛門のこのいやクオリティを上げるというか、このあの兄さん、あの青いあベッティーが回ったの、そうそうそう、うん、あれあの作業現場のシャツなんですよ、だから、ね、ごめんだけど言っていい、はい、現場の人よりかもう起きてるごめんな、ごめんな、ちょっとよろしくお願いします。いや、しすぎますよ。もう現場の人に負けてない。いや、もう。しかも土日出勤やじゃん。まあ土日出勤ですか、ね、週に2回、まあ。閉鎖働いてないですけど。いやいや、まあまあ。それぐらい。はいはい、はい。もう本当によ、うん、あの柳右衛門っていうものはよ。はいはい。あれすごいなと思うしさ。いや、いいっすよ。もう、かれこれ、もう、どん、これ2年目、2年目ですよね。今度か今回どんななるのかなっていうさ、なんか もっとあればいいですけど、なんかこの何をキャラクターが、いやいやいや、だからこの何かこの石川でやったこの中部祭り、はいはい、この時のもやっぱりこうこの中部の、はいはい、この商工会言われる方々の、うんうん、このブースもあちこちにありまして、はいはい、でこのあの特産品っていうの、はい、物産品とかっていうのもこうありながら、はい、ゆるキャラっていうのはあっちこっちだろうな。そうなんですよ、ゆるキャラしたらこういろいろ出てきたわけですよ、うんうんうん、読みとんとか、読みとん、読みとんって言えれば読みとんはい、はい、ですよね、絶対、はい、こういろいろいながらも、はい、我がうるま市からは、はい、まあ、ワイドも全然、そうそれご当地キャラでもこう、はい、商工会が持ってるものといえば、はい、ウルマーですよ、ウルマーですよね、はいはい、ワイドウルマー、はい、やっぱりこうかっこいいわけさ、はいはいはい、同じぐらいよ、やっぱ動きがみんな大体大きいし、ボコボコしてるさな。あ、そうです、そうですね、ちょっと可愛らしさ出すために着ぐるみとか、はいはいはい、死にこのきめ細かいっていうか、こう動きがいいというのはウルマーとよ、はい、もう一人いたわ、はいはい、いた沖縄市のよ、沖縄市のエイボーよ、エイボーとサーちゃんと、サーちゃん来たエイボーだけ、エイボーだけ、あーエイボー、あ、頭大きいな、あーもう頭大きいですよ、チブルマガーさん、ほんとにエイボー、でもまたいい動きしてるわよ、アキさん、やっぱりでも僕思うんですよ、まあ、うん、兄貴さん、あ、まあ柳右衛門をゆるキャラと捉えるか、え、ぬするキャラですよ、まあ置いといてですよ、うん、でもですよ、一番こう、なんですか、人に近い、あの、わかります、例えばエイボー、あれも、わかります、寄付までの距離が遠いじゃないですか。うん、この頭ぶちぶる間があるし。言ったらもう、ワイドもそう。はい、こうやっぱ全身こう隠れてみたいな。僕、兄貴さんの皮膚の露出率をちょっと見たんですけど、もう顔ほぼ、っていうかほぼ 100% 出て、ただ白塗って、ただって言ったんですけど、わかります、これ人との距離がもう近すぎるんですよ。この、わかります、僕が言いたいことわかります、それがいいってことですよ。この、隠してないところ。この、いった作業現場の青いシャツと、この間だ、どこだったかな、おばさんによ、はいはい、肌結構手入れもしてるのって言われて、いやーってさ、これ聞くなよと、だからもう僕この前のあの108発島根の食べてるってさ、お茶作られるよ、もう本当にもう本当に、あきさんがもう、うん、舞台袖で柳右衛門さんが、うん、まあ、108発花火の時もう海のそば火事バーバーして、もう兄さんも短パンサッカーのナイキでしか、兄さんあれな、あれもう俺、いやもうすごい、もうすごいと思うよ自分でも、めちゃくちゃすごいと思います僕、でもやっぱりあの白いものでもよ、はいはい、いいの悪いのあるわ、やっぱりこうノリがいいやつとかあるわ、やっぱり
いい、ノリがいいけど落ちるの早いとか多分あるかもしれないですね。いいよ、あるんですね。やっぱりこう、はい、いわゆるこのサンダーとかが使ってるものがですね、はい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 、チョンダラーとか、ね、はいはいはい、ちゃんとちゃんとしたやつすごいぜ、はい、うんうんうん、こんな人たちが本当にプロが使うものだ、はいはいはい、でもこれが小さいものしかないからよ、はい、もう一回これさがその大事だったことあるのよ。ですよ、どこに打ってるんですかって話になってきますよ、ね、全然お家の近くにあるんだけど。あ、でもいいですね、なんとか三振点が、うん、あ、そっちに打ってるんですね。あっちでしかないな今のところは。そうですね、でもやっぱそういったところでしか買えない。うん、でもこう嫌ないもんでもこっちまで来るって思わなかったのよな実際。あんなに使うとは思わなかった。重いよ全然。いやいや、でもぜひ僕はあのクオリティでぜひずっとやってほしいなと思います。だからな、はい、でも最近よやっぱり思うのはよ、優しいなみんなが。あ、結構噛みつくえしや。まあそうですね、毒舌というか嫌ないもん自体噛みつくから噛みつきますね。優しいわけよみんな、はいはい、もう何でもいいからおいでみたいな、それを期待してるんですよね。そうそう、何でもいいからおいでって言 う、はい、言うものに、はいはい、飲むのよ男、また歯磨き噛む顔さ。か壁がないっていうの、はい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 、しゃあ次よ。で、私の土曜日を長谷さんのところでこの PTA の仲間にさ、はいはい、また辻のよ、はい、職場の人がいてよ、うんうん、分からんかったんだけど、はいはい、翌日、うんうん、もう兄貴さんの奥さん職場で、はい、結構上の人だったみたいな、また、はいはいはい、見たよと、見たよと、すごいねすごいねと。もう兄貴さん知らなかった兄貴さんは全然知らなかったんですよ。知ったらもう言っておけよと、はいはい、今年の忘年会新年会お願いしますよ。あ、もう間違いないです。なんで営業しないといけないんですかってさ。でもそうですよね、もう新年会話しますから。いやいや、もう本当にそんな感じで2月を、はい、あの今月からですね新たな仲間も加わりまして。そうですね、はい、まあ、この後またゲストの方でですね、はい、できますけども、はい、2月の中抱負は、はい、あ、メッティーは大将、はい、誕生日おめでとうございます。はい、もうありがとうございます。いや、先週でしたね。え、口だったから僕32歳になりました。いや、この間32じゃなかった、またか、あれ、いや32です。3が何で今度32ですね。僕早生まれ、うん、あ、いや、まあ、早生まれは分かるよ。そうですね、1月ですから、ね、はいはい、2か、僕2、32ですよ。俺メッティと会ったのってメッティが20代の時なのじゃん。そうです、28歳とか、えぇ、20代です。老けてるな。いやいや、ごめんごめん、俺も人に言えないんだけども。いや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 、28ぐらいですね。あ、順に大正の40代見てみたいな、早く。変わらないじゃないですか。え、でも風格出てきて最近よ。あ、そうですか。ああ、なんかこの死に笑いに対してか分からんけど、なんか王者の風格出てきてるよ。いやいやいや、王者の風格も何も、喋りの風格全然出てきてますよ、本当に。いや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 、どうしようかなと思うやで。いやいや、もう本当に、本当はもっと若い感じで行きたいんですけどね、フレッシュな感じで。ああ、もうフレッシュで行ってくださいよ、じゃあ。そうですね、フレッシュ、うん、フレッシュしたいと思います。いや、はい、まあ、そんな感じで、はい、本当にあの、はい、いろいろ2月もバレンタインデーとか、はい、あ、ありますね。いや、またバレンタインデーとか、バレンタインデーとかですね、うん、バレンタインデーとか、うん、そうですね、ブースで待ってますよみたいな。もう、いや、こういろいろありますよ、はいはい、明日またひな祭りじゃないな、あの豆まきやしや、節分、節分、鬼は外だからよ、はいはい、わたちびららちゃんよ。はい、なんであんな可愛いのかなと思うぐらい。親ばっか、ま、豆と鬼があるばって、はいはい、鬼かぶるんだけど。もう逃げたいとか。鬼が好きなんですかね。だから負け負けと、あ、もう豆豆投げろと。投げきれます、普通投げきれないでしょ。無理です、無理でしょ。まだ娘に豆投げるってできないです。交代って言って、はいはい、鬼と交代って言って、はい、おめえはかぶらんでって言ったの。あ、もうただもうだから普通から鬼と思ってるのかと思っちゃう。これもどうかなって。これもどうかなですよ。いや、本当にそんな感じで、はいはい、2月スタートしますけども。そうですね、また今月も1ヶ月や、はい、よろしくお願いします。よろしく。何、アキさん、はい、今年ウルウ年じゃないですか。なんてウルウ年、4年に1回、普通28までですよね。9までだよね、普通8までで、はい。僕当たってますよ、29。
オリンピックのある年はウルード市。ウルード市ですよね、はい、あ、そうね。1日多いんですよ。1年366日になる日ですよ。あは、はい。今年は結構暑いんだね。じゃね、いや、もう4年に一度ですから、うん、いいですね。まあ本当にこの1日がどんななのっていう、別にいやこの日に生まれた人はどうなるんですかね。だからこれ年やっぱ取るだろう、当たり前。これ2月3月生まれになるんですかね。まあ時間による。いや、1が2月じゃないの。2月の2月の28日になるんだよ。だから 28日に生まれたことになる、うん、3月1日にはならんだろう。まあそうですよね、29ですからね。この後だから、この後ゲストさんにちょっと聞いてみようかなとは。その辺また得意やんば、また得意分野やんば。あ、そうなんですか、うん、大体もうこれ無茶ぶりとかではないですよね。いやいや、得意得意、大体も得意。今もうこの CM の時に一生懸命また、いやそんな感じで、はい、わかりました。今月から新しい本当にこうお助けマン、はい、加わってまいります。はい、そんな感じでした。大将、はい、どんな居酒屋でしょうか。はい、説明させていただきます。爆笑居酒屋丸洗いはラジオで聞くことができるんです。ラジオで聞く爆笑居酒屋丸洗いは、リスナーの方もお客さんとして大将兄貴とラジオの電波を通して一緒に居酒屋丸洗いに来ている気分で楽しんでもらおうと作られた居酒屋です。そんな爆笑居酒屋丸洗いでは、皆様からのメッセージやリクエストをお待ちしております。 E メールアドレスは868@fm-urma.com、 868@fm-urma.com。ファックス番号は 098-965-4868、 098-965-4868。 また居酒屋丸洗いへハガキなどでのメッセージもお待ちしております。爆笑居酒屋丸洗いの住所ですが、郵便番号 904-1103、 沖縄県うるま市石川赤崎2丁目20番1号うるま市 IT 事業支援センター内となっております。またインターネットで聞くことができます。インターネット検索エンジンで FM うるま、またはゆいまるラジオと検索すると FM うるまスタッフブログが出てきますので、ブログ内のライブ放送をクリックすると聞くことができます。よろしくお願いしま す。大将、はい、今またこう LINE やら Facebook やら炎上層本場って、はいはい、どう見たからよ、はいはい、アイボンズのシーンからって、いや ゴーグチビカーシアとかよ、いや、まあ、真珠とかまたこの、何このワオみたいな顔。はいはいはい。いや、そういえば、またあの、開幕ったって3月から始まるわけさ。はいはいはい。いや、プロみたいだろ。そうですね。2月まではちゃんと自己管理してよと。って言ったらもうキャンプイン的なのです、うん。うん。したら、この間こう、関東省とかいろいろこう。あ、いや。省も。省もあったもん。はいはいはい。それこう、満金省っていうのがあるばって。あ、会出席した方にも。そう。はいはい、また、定中と2人。はい、成績悪くてよこの参加率があまり良くない今年はもう、こんなのもらえるんだと、はいはいはい、初めから言えよと。でもテンション上がりますよね。いや、いたら一番ホームラン打った人、ホームランとかこうヒット打った人、そうそう、ホームラン王ももらえるわよ。やばいっすよ、ホームランを1本、はいはいはい、1本。皆さんなかなかホームランは出ないとか走れないだろ。そうですね、ランニングホームラン、あ、どうなんですか、ランニングホームランとかもあるんですか。あ、一応ある。下定中がや、またやん、はい、秋政伝説の定中さんがですよ、はいはい、あ、兄貴、開幕戦をやらない、やらないもんで始球式やれよっつって、始球試合も出るんですよ。ちょっと待ってよっつってあの、すいません、アイボンズの今日アイボンズのあれですよね。そうですよ、メンバーの新年会ですよね。そうですよ、始球式結構別の人じゃないですか。アイボンズの背番号7は兄貴さんですからね。そうですよね、はい、あの始球式ってなんか来賓みたいな感じになってるけど、で手振って終わりみたいな、だからその後ないのかなみたいな。いやいや、この辺気にするなっつって。いや、気にしますよ。みんな呼ぶよっつって。はい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 。人集めのために。はい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 。人役を変えみたいな。アキさん、そしたらあれじゃないですか。アキさん、補欠スタートになりません、ね、だって、やないもんで、始球式しますよね。うん。で、プレイボールじゃないですか。そう、ピッチャーでしょ。もう、顔してる、あ、あ、もう、もう、そのピッチャー。そのままピッチャーでしょ。これ、大丈夫なんですか。大丈夫でしょ。じゃないと、マンキンショー、マンキンショーもらえないし。そうですよね。確かにそうですよ。どうせ打点とかこんな取れんから、取れるのはもう満金賞やし、出るよと。そう、僕は出ます。そうそう、だから参加率を上げるためにもうその日もやないもんでこう一発いって行って華やかそうかな。ああ、そういうことです、ね、いいんじゃない
僕は見てて面白いですけど、町のわらばたそのま、うん、いやでも、うん、そうですよ、お子さんとか多分見たいやし、いやもう絶対喜ぶと思いますよ。いや牽制とかしたらもう爆笑がもういやあやらいも牽制したよみたいな、オスプレイで飛ぼうかなそのまま、またまたヘリコプターちゃんから今日危ないよ気をつけろよって言ったよすぐもすぐ笑いに行くすぐすぐですぐ県警だよもう全然石川署とかこの辺は県警ですもん、はい、お願いします本当にお願いします大丈夫はい一曲は置いといて、うん、置いといて、はいはい、じゃあ CM 前にこの番組はあなたの街のリフォーム屋さんサポートホーム、電気水道のトラブルのことなら株式会社秋政伝説、うまくて辛い島ネロ研究所の提供でお送りいたします。 OK です。はいでしょ、はいはい、爆笑居酒屋丸洗い、はい、新たな仲間お助けマン、はい、島根ロ研究所より大島さんです。はい、こんばんは。子供は早く寝ろ、大人は島根ロでおなじみの噛んでしまった島根ロの大島です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。7時半から寝ないでしょ逆に怒られますよね。アホの子だよ。アホの子で。いやいや、お嬢さん、どうもありがとうございます。いや、こちらこそありがとうございます。本当に今後とも長いお付き合いをですね、はい。いや、もう、お願いします。60メートル、70メートル、いくらでも長くお付き合いしますので。いや、もう、お願いいたします。ありがとうございます。お嬢さん、本当にこう、聞いてる方、こう、島根研究所、あの、島根っていうもの、大体もう分かってきてると思うんですよ。はい、ありがとうございます。はい。軽くちょっと簡単に、島根ロって何ですかっていう、はい、沖縄が誇る沖縄の宝、島唐辛子ですね、はいはい、この島唐辛子在来種 100% を使用した、うん、ハバネロよりも辛くて美味しい、はい、この美味しいというところが大事ですね、うん、うまくて辛い、辛くてうまいでもいいんですが、うん、それが島根ロです。島唐辛子で作ったハバネロを超えたものということで島根ロという名前にしましたが、実際に番内マーさんなんです。バンナイマーさん、めちゃくちゃうまいってことですよね。あ、そういうことです。そういえばよかった。そういえばよかった。はい、いやいやもう。本当によ、こう島根ロ、何がすごいかって言うとだよ。はい。ごめんな、安いお肉を死に美味しくする。あ、なんか通販みたいな。でもそうですよね。高いお肉に買ってしまう。はい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 。この島根ロ、うん、ありがとうございます。どうだっていうさ。僕弁当屋のおばちゃんに勧めたんですよ、うん、お店やってるところの向かいに お弁当屋さんがあるんですけど、うん、これハムチーズ のカツ揚げたやつがあるんですけど、はいはいはい、おばちゃんここにかけてみてと、うんうん、もう買って
もさ、これあの島根ろ、はいはいはい、辛い、美味しいねでもなあ、美味しいねどんな感情よお腹よあの、まあ、身内ごとの話ですけど、はい、辻がよ、はい、よ嫁の方があんましこう 何でもかんでもつける人じゃないですよ。肉でも何でもそのままの俺はどっちかというと何で もいやもう行くもケチャップがないとまずいんじゃないですかとか一緒ですね僕とね、はい、いろいろつけるけどやっぱりこうつける人じゃないわけ。肉でもちょっと塩つけるとか、はい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 、でまだ上品な人でもないよ大丈夫ですか、うん、大丈夫大丈夫大丈夫僕は関係ない。僕の面白さはもう、はい、何も関係ない。今のはそうですよね、はい、関係ない、はい、全然関係ないやつ。はい、どうもどうもどうも。いや、はいはい、その女性がですよ、この肉によ、あのな、何かの野菜、なんていうのあれ、肉に野菜、肉に野菜置いて、こう巻いて食べるみたいな。あ、焼肉屋さん、焼肉屋さんで、はい、サンチュみたいな。サンチュ、あ、サンチェ、サニレタスみたいな、サニレタスとか巻いてそう、レタスに巻いて、はい、こう、しまれろ、こう持ってきて、あ、めちゃくちゃうまそうっすね、ちょんちょんってやって、はい、食べて、はい、何も言わんで、こう、もくもくと食べてるわけレタスに食えて、島根のかけて進んで食べるひたすらひたすらおいおい、ちょっとさっきからなんか、小芝居みたいなことしてるけどとなんか、肉食べる上にこう、ちょっと小芝居みたいなことしてるから、はいはい、え、美味しいんだけどって言って早く食えよとだ、だみたいなそれからもう、はい、息子と嫁と3人でも、うん、やっぱり一番下の3歳の子はまだやっぱりそうですね、ちょっとそうですね、ちょっとちょいってなって3人でも本当にこう取り合いですよ、だだだだだみたいな、はい、取っといてみたいな美味しかった俺何に対してもよ、美味しいやつさっていうさ、うんうんうん、それが島根の本当にすごいところ。あ、来ました僕ら、はい、あの大阪から試合が来てて、うん、居酒屋に行ったんですよ、うん、一日ですよ、うん、居酒屋に何時間ですよ、うん、一本なくなりましたから行っても例えば20名10名20名いたらまあ話は分かるんですけど、うんはい、何名しかない 5名ぐらいでもう美味しいなみたいな僕あのホームセンター田畑の方行って、うん、買ってこうまたお土産で渡したんですよ、はい、そんぐらい美味しかったって言ってました。大島さんありがとうございます、はい、ありがとうございます。本当によ周りの人周りの人本当によあのまあ今だからやっぱりこうあの島根の島根ってなかなかこう俺も口に出さない、いや初めの頃とかやっぱり自分もまだあんまし分かってないから、うん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 、結構やっぱり話ちょくちょく聞きよったわけよ。はい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 、だから逆に言えば大島さんが言う前から分かっておいた。まあまあそうですよね、島根というものをさ、うんうんうん、はいはい、でこの間こう大島さんのとこ行った時によ黙々とこう作ってるわけさ、はい、ちょっと感動してです僕実は大島さんと共通の知り合いがいまして、ああその大島さんが作る前ぐらいからちょっと情報を得てて、はい、唐辛子をちょっと加工してなんかやる、はい、ちょっと詳しくわからないんだけどみたいな、はい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 、めちゃくちゃすごいなーって話し て, そうよ知ってたら知ってたらあれみたいな大島さんあみたいなあこの方がそうですあーみたいな。そうです。私が変なおじさんです。もうよ本当に時代はよ。はいはいはい、何がアントニオイ、アントニオイノキがタバスコ持ってきた？もうこんな時代じゃないよ今は。もう。いや、もう自分なんかで作ってるって。わした島うちなね、本当にこの島根の。はい。もう本当にこの。だからこれからもなくなったら大変なのもそうです。ありがとうございます。ありがとうございます。本当に。これはもう大丈夫です。これも作り続けないと。はい、もちろんです。島唐辛子は沖縄の宝、島根ろはうるま市の宝ですけど。なんか今日は言いたい放題言っていい？もうぜひ言いましょう。ありがとうございます。はい、もう自分が死んでもあの代を継いで島根ろは生きていきますので。はい、いやもう。子供は早く寝ろ、大人は島根ろ。まだ8時前です。まだ起きてていいよ。まだ起きてていいよ。いや本当にそんな感じで。で島根ろこういろいろ。物産展にも出されたりとか、はい、で今週またありますよね、はい、今週の、6、7の土日に、うん、那覇の大野山公園で、はい、花と食のフェスティバルがあります。こちらの方で花食、はい、花食です。花食、はいはいはい、こちらで、うるま市のブースで、誰がブスやねん、いや違うそっちなんでうるま市のブースの方で、はい、ブースの方で、はい、島根の研究所は、島根のと新商品のキラーズホット、はい、それから、トビーカのプレス焼き、この3つを商品として出しますので、はい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 、うまいですからね、はい、
これが今週の土日。はい。大野山、あっちですよね、セルラーですよね。そう、セルラーです。セルラー、ね、セルラースタジオ。セルラーで、ありますのでですね、はい、ぜひと皆さん、こう足運んでほしいなっていうのと、まあ、本当に年配の方、はい、お年寄りとか、なかなかやっぱり、今週はいけないけど、でもこの島根ロっていうのは欲しいんだけどと。あ、いらっしゃいますね。方はどっちで買ったらいいですか。はい。今、沖縄全島で、うん、約20店舗ありますんですが、はい、これを話し出すと尺が長くてもう居酒屋丸笑い終わっちゃいますので、はい、ありがとうございます。本社工場、本社工場、本社工場、揚げな十字路にですね、はいはい、あります沖縄銀行さんと、はい、ケンタッキーフライドチキンさんの間に工場がございますので、はいはいはい、そちらと、ホームセンター田畑石川店、はい、それからうるま市市役所の地下売店、はい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 、そちらの方で大体もうで大体、はい、はいはいはい、かつれん城市のうるま丸に今日行きまして休憩場なんですが、はいはい、こちらには売るほど置いてます。お、あ、本当ですか。はい、はいはいはい、たくさんまだ在庫です。じゃあ本当にこううるま市、はい、いや今言ったみたいに、はい、まあ具志川を中心ですよ、はい、本当にこう石川よよな城、どこに行っても手に入るよと、はい、はい、全然食べてびっくり、見てびっくり、はい、子供は早く寝ると。いや、大人は島根ろ。島根ろ。いいっすね、このキャッチフレーズでも。島根ろ食べたら、夜も大変、ビンビンズみたいなさ。何ですか、ね、ビンビンズ。いや、どうもね、これは自分が言っちゃうと、やっぱ薬事法違反に引っかかってしまうけど、何かしらね、それやっぱりあるんですって。あ、これは。そうかもしれないですね、はい、ある財団の理事さんがおっしゃってたんですが、はい、ナスカピーマンとか唐辛子の種ですね、はい、これは絶対捨てちゃいけないよと。あ、え、そうなんですかと、はい、この種をいる種をいるピーマンの種ですとか普通捨てますよね、はい、捨てずにこの種をフライパンなんかでいる、はい、いって食べなさいと、男性は特にと。あり、あ、これ食べたら、アキさんどうなると思います。でも食べても一人だからな。そうですよ、僕ただもう本当に危ない。だ、捨てそうですよ、危ない、危ない、危ない、一人ですからね、危ない、危ない、はい、そうです、確かに事故が起こってしまうから。あ、でも、はい、ナスとかそういったのの種は、あ、そうね、この財団の理事はもともと博士でありまして、あ、はいはいはい、横にその理事の秘書が顔をあからめながら、あ、うなずいていらっしゃいます。じゃあちょっと CM 中に大島さんからゆっくり話聞いてもちょっと CM 行きましょうね。はいはいはい、はい、もうすごいね。いやもうあれですよ、もう本当にこの話聞きたい言い方はですね、はい、あけなにあります、はい、島根の研究所の方に行けばですね、今なら漏れなくを島根とセットで、はい、大島さんのこの話も来ますんで。でも値段は一緒ですよ。値段は一緒、はい、どうぞいらっしゃってください。本当にもうそんな感じですね。続編もありますね、はい、ちょっとメール行きましょう。早いメール来てます、うん、ペンネームかなたさんから、はい、ありがとうございます。はい、どうも。アニキさん、アルメッティさん、こんばんは、うん、と1月の、1月のメール採用数は FM うるまさん内地の番組を含めて56通でしたと。このペースでいくと1年では600通前後になります。アニキさん、アルメッティさん、1年で600通を超えたら何か粗品をくださいな、ということで。かなたさんがこの56通だったわけ。
1ヶ月1月でだけですね。第一いろんなコミュニティ、まあそうですね、いろんなラジオ局含めて、でもすごくないですか。そうですね。1年600通超えたら全然上げますよ。そうです。だって1日に2回採用されるぐらいの計算。島根の研究所上げるよ。それはもう僕カラントクさんからしたらむちゃくちゃいい。むちゃくちゃ。あれ大島さんとまた。出稼ぎ行くから、はいはい、うん、その時は相談しましょう。いや本当にあの何かの阻止だ。そうですね。いやもう全然全然。あ、しかもですよ、うん、でもカナダさんからまた、うん、島根の味見しましたが刺激的な辛さが癖になり辛いもの好きの僕にはたまらないですということで、カナダさんありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。このこれが必要やん。そうですね、確かにそうですよ。もう本当にありがとうございます。やっぱり同じこと言うんだな。いやもうあの辛さが癖になるんですよ。いや、オッケーオッケー、はい、行きましょう次。はい、そして、うん、パンパンDJニキさん、アルメッティ大将こんばんは。はい、どうも。ラジオ生放送お疲れ様です。はい。徳島からルカチカチャビタン。はい、どうも。はい、週末に仕事に行った2月のすごいシフトが張ってあってびっくりしました。かっこ笑い。だいたい昼間の仕事なのですが、今月は店長から夜出られるかとの言葉もないまま、普通に、夜勤が5回もあるんですと。他店舗の人が辞めたから負担が一人にかかっているらしくて、うん、ルカッチの店から応援に行くとか、ルカッチの店でも2月は夜入れないとかで、夜勤になったようですが、被害被ってのはルカッチだけのような気が、かっこ笑い。まあ昼よりも、時給が高いのでいいんですけどね。いいです。今週は早速木曜日に、夜勤が、24時間ですね。夜8時、夜中の2時まで、だから帰ってきてもお風呂入ったり旦那の弁当を作ったりしたら寝れるのは朝だな。こうなりゃ旦那を仕事に送り出してから爆睡しようということで、爆笑居酒屋聞いて元気をもらって、夜勤頑張りますね、ラジオ最後まで聞いてますね、ということで、お客さんありがとうございます。夜勤できたらなんか朝までっていう感じがするけどな。そうですよね。でも8時間にきついやぞな、寒いしな。いやもう絶対きついっすよ。いやいや頑張ってください。本当に帰りが一番心配ですからね。2時だと2部してからもういや運転して帰らないといけないと思うので、車も気をつけてからや。はい、いやもう本当にそうですか。そうです。ありがとうございました。はいはいはい、いやありがとうございます。はい、大島さんもうちょっと、はい、あのまあこの普通の話に戻しますけども、はい、まあ大体もうみんな島根の話分かるよな。もうそうじゃないですか。だよな。島根の。まあ毎週ですね。はい、まあ兄貴大将の方でまたがっつりですね。はいはい。島根の方を紹介していくわけですけども。そうですね。大島さんなんかこの最近なんか変わったこととかなんか出来事ありますなんか。変わった出来事ですか。いきなりまた降りますね。え、チョエさん見たっていう話は置いといてですよ。置いといて。置いといてですか。はい、なかなかね、今はおかげさまでいろんな方がこの島根郎というのを知りましてですね、はいはい、ちょっとコラボしようということで、中泊のボーンズさんという、はい、ボーンズ、はい、中泊のボーンズさん、はいはいはい、バーベキューで有名なところがありまして、はい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 、あそこのオーナーから島根郎とコラボした、フェスティバルを3月にやりたいんですがという、はい、いいじゃないですか。もうね、はい、コラボレーションすごい。そうなんですか。そうなんですよ。フェスティバルって何？闘技を語る、闘技を語る、そしてスタントのバイクですね、はいはい、スタントのバイク、テルヤさんという方がスタントのバイクをやるらしいです。バイクといえばテルヤ、テルヤといえばバイク、はいはい、いやよくわからへんけど、はいはい、でそれで、あとライブもあって、島根郎も島根郎を、そちらのバーベキューソースとコラボさせた特殊なやつを今開発中です。はいはいはい、はい、そして島根郎もそちらで、出店して、あ、頑張ります。あ、はい、おととい入ってきたばかりの新しい。そうですか。はい、いやすごいな。はいはいはい、司会の方は、はい、司会の方はどなたが。あ、司会はね、多分歯医者さんじゃないかな。それ司会や、それ司会やみたいな。親知らずみたいなね。いやいやいや、まあ本当にまた答えは決まれば、はい、またこう、これはまたこれであるよ。司会はもう絶対柳井門さんですね。柳井門さん、いやいや、もう
そうですか。あ、そうです。そうですか。そう、柳右衛門さんにやっていただきたいですね。はい、いやいや、いいと思います。これは早速そうですね、話を通したいと思います。話をしてっていう形ですよね。はいはい、本当にそんな感じですね。もう今月から、はい、もうすごい見方が。はい、そうですね。ありがとうございます。大島さんですよ。はい、今後とも大島さん、よろしくお願いします。こちらこそよろしくお願いします。ありがとうございます。どうかよろしく。またちょいちょいゲストの方も、はい、お願いしたいんですけど。喜んで、はい、喜んで、一週間に10日来いって言って。3日どうしよう。3日どうしよう。そうですね。はい、島の研究所、大島さんでした。ありがとうございました。CM 行きましょうね。はい。はいはい、島の研究所、大島さんね、はい、大将お願いしますよ、本当に。はい、もう本当に、いや、よろしくお願いします。あそこじゃ、まず3月の話なんだけども、よ、来月、来月、はいはい、3月の5、6、はい、うるま市民劇場、いや、響きホールにて、はい、音楽劇、音楽劇、うん、はい、いや、海走る、はい、豚物語っていうさ、海走る豚物語、豚走る海物語じゃないよ。そうっすね。じゃあ、ほんとパチンコ屋の話になるから。そうそう、パチンコ屋みたいなやつから。うん、海走る豚物語、そうそう。沖縄を救ったハワイの豚のお話ということで。これまた興味深い。ビーンさんの歌に ありましたよね。あ、そうなんです。うん。はい、またなんか今すごいですよね。いや、ちょっと物知りな。多分だよ。はい、パッとこう話しますと、うるま市の話、ヤンバ手帳。あ、これが。そうなんですね。はいはいはい。ご飯あり戦争をこう復帰して戦争終わって食べるのがないやしや、はいはいはい、でハワイにこの移民した人たちが豚を送るわけさ、はい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 、沖縄に、はい、してこの豚がこう来るわけさ、はい、これが食料になったりとかいろいろ豚に助けられた、あは、そういったハワイからだから渡ってきたということで、はいはい、海走る豚物語、そういうことですね。まあ、この辺またゆっくり話していこうかなと思うんですけども、ね、はいはい、なんとこのキャストっていうの、キャスト、はい、キャスト、出演者ですよね、いろいろいますけども、はいはいはい、我らが FM ウルマ、はい、伊波香織さんが、香織さんが出演するということで、デージャっていう、はい、どの役かってまた来週以降ですね、そうですね、香織さんちょっとゲストに呼んで、はい、こうお楽しみということで、香織さんにお願いして、俺もこれ豚の中に入れないかなと思って、これ亜希さん、これ550頭、そうそう、550の中の1としてさ、 1と2で何のために今まで太ってきたんですかっていうさこのためでしょ、そうちょっとできないかなっていうよ、はいはい、こちらうるま市市政がの合併10周年記念ということで、明日もっと好きになるうるまですね、はい、あの音楽劇海走る豚物語、はい、ぜひともですよ、はい、でですよ、はいはい、今月の2月の16日は、はい、来週再来週の火曜日、はいはい、なんと、はい、なんとだよ、はいはい、あの、はい、イシャドウさくらちゃんが
バックスリーゲストで参りますので。そうですね。レイちゃん、来週も聞いてよ。来週も、皆さん来週もちゃんと聞いてくださいよ。再来週来るよというの。はい。いや、よろしくお願いします。よろしくお願いします。この番組は、あなたの街のリフォーム屋さん、サポートホーム。電気、水道のトラブルのことなら、株式会社、秋政伝説。うまくて辛い、島根ロ研究所の提供でお送りいたしました。皆様、また来週メールの方をお待ちしております。パーン！